どうも、コバです。闘技伝2やっていきます。前回、新しい鬼が攻めてきて、まぁ、ちょっとした事件になりましたね。で、話しかけましょう。ところに来たな。また息抜き、いや視察をと思ってあの通路を通って出てきたのだ。やはり外は活気があってよいな。だが皆沈んだ顔をしている。何かあったのか。元気になってほしい者がいる。なるほど、私に協力してほしいのだな。よし、任せておけ。全力で励ましてやるぞ。神垣の巫女がついてくる。一応女性だよね。いやもうこの年齢だと思うからさ、男でもいけるよみたいな発言的にやばいけどね。ちょっとしつこいわね。放っておいてって。かぐや様、椿ではないか。元気がないというのはお主のことか。こんなところで一体何を。ちょっと視察をな。やくもには秘密だぞ。何考えてるのよ。ヤクモに見つかったら殺されるわよ。それとこれとは。椿、私は里を視察したいのだ。よかったらその友をしてくれないか。かぐや様、わかったわ。私はこの絵かぐや様を守るのが務めよ。一緒に行くわ。よし、では出発進行だ。いらっしゃいませ。おや、
ちょっと。確かに悲鳴が増えている。先日の攻撃で死者が出たというのか。そんなはずはない。私が結界で守っているではないか。戸様の居住区が、私の結界が届かない場所がやられたのか。そんなバカな。ヤクも私に黙っていたのか。刻まれている名は戸様ばかりか。私はこの名すら知らなかった。いや、これは和枝。あの者が死んだというのか。子供をかばって瓦礫の下敷きになったそうです。私は何という愚か者だ。見知った者の死さえ知らずに安穏と過ごしていたというのか。私の力が至らぬばかりにすまぬことをした。すまぬことをしたな、和枝。かぐや様、父のために泣いてくださるのですか。ありがとう。でもあなたが悪いわけではないのです。だからもう泣かないで、泣かないで。かぐや様は岩宿に送り届けたわ。ヤクモの慌て顔が見ものだった。ねえ、私行くわ。あの鬼を倒さなくちゃ。私はモノノフだから。それにかぐや様に重荷を背負わせたままじゃ父さんに顔向けできないわ。いつまでもくよくよしていられない。お願い、一緒に戦って。そう言ってくれるって信じてた。目指すはモノノフのてっぺん。こんなところでつまずいてられない。見てて父さん、私があの鬼を倒してみせる。博士。なるほどな。
私に任せよ。よし、塩分の領域へと行く前に禊ぎできるかな。しばしの猶予を与えよう。支度ができたら早く去ることだ。私に任せなさい。オッケー、じゃあ行きますか。表現の厳島神社。ところに万能石が。そんじゃ行きますか。天津三つつかという鬼ですね。私は霊感が強いらしいんだ。おや、今何か気配が。やめてよね。お前が父さんを許さない。頭を冷やせ、死ぬぞ。大丈夫だ、私たちが死なせない。行け、椿。背中は私たちが守る。グエ、カムラ、お願い、私に力を貸して。もう誰も死なせないだけの力を。今の戦ってやる。お前のためにもっと頑張らなくちゃ。思ったより小さいですね、こいつは。せいぜい3メートル、4メートルぐらいですね。で、V がこんな感じです。さて、どうですか。来るぞ、タバハミ。来い。お前は私が倒す。こんなとこで負けてちゃ父さんに顔向けできない。一番の者の譜になるってそう約束した。母さんがいなくなった時誓ったはずだったのに。邪魔する鬼は一匹残らずぶっ飛ばす。一番の者の譜になってみんなを守るって。ごめん母さん、父さん、約束守れなかったよ。
目指していいかな。一番のもののふを。死ななくていい奴らが死んだ。もうどこにもいない。してやれることは何一つなかった。お前は死ね。お前たちは何者なんだ。小さな私にはわからない。あなたはいつだって強い。まるで鋼みたいに。少しだけでいい、その勇気を私に分けて。おもてなさん、火は逃さない。一気に決める。なんかイメージ的にはこいつあれなんやろな。 FF の何やったっけ、名前が出てくる。ああ、もう名前が出てこない。めっちゃ有名なやつ。あの性格悪いボス。まああれのなんか女バージョンみたいな感じだね。でけえが落ちてくるんだろう。基本ずっと浮いてるんだね、こいつ。マジで、なんで。厳しい、完全破壊だ。完全破壊いってくれ。よっしゃ、いったー、やった、やりました。いい稽古になった。求めあれば立たねばなるまいか。やったわよ、父さん。もう里は大丈夫。誰も死んだりしない。私が死なせない。だから安心して眠って。あとは私がやるわ。父さんができなかったこと全部。そして必ず一番のもののふになってみせる。みんなにはお世話になっちゃったわね。どうってことないさ、椿。鬼がいたから倒した。それ以上でも以下でもない。ほんと可愛くないわね。でもありがとう。あなたがいなかったらずっとくよくよしてるだけだったわ。うまく言えないけど、その感謝するわ。もう大丈夫みたいだな。なら戻るぞ。これで行動限界で死んだら笑えない。そうだった。急いで戻りましょう、私たちのまほろばに。Thank you.
迷える魂たちよ、どうか安らかにあるべきところに帰りたまえ。さようなら父さん、さようなら。今日は付き合ってくれてありがとう。ヤクモも使者を送る機会をくれて感謝してる。大勢が死んだのだ、里を挙げて送り出すのは当然だ。それで貴様はもう大丈夫なのか。そうね、ヤクモ、私今日限りでこの絵をやめるわ。なんだと。やりたいことがあるの。父さんの仕事を引き継ぐ。本部の受付を手伝うわ。困ってる人を助けてあげたいの。でも自分の夢も諦めない。一番のものの譜に必ずなってみせる。そうやって自分の道を行きたい。許可してもらえるかしら、隊長。好きにしろ。どうせ言っても聞かぬのだろう。貴様は頑固者だからな。ありがとう、ヤクモ。力の限り励め。椿を頼むぞ、からくり使い。これで後戻りはできないわ。自分を信じて頑張らなきゃ。一番を取るのってちょっと難しいのよね。一緒に来てくれるかしら。言ったわね、負けないんだから。ありがとう。わしの槍、お主に預けるぞ。な、何これ。これって分霊？噂で聞いたことがあるわ。心が通じた人とは御霊を分かち合えるって。なんか激しく照れくさいんだけど。まあ、あなたならいっか。これからもよろしくね。今こそ宿願を果たす時。待っていろ、常磐のオロチよ。長き呪縛から私が解放してやろう。第三章、鎖を引きずって。ねえ、本作でも節分はあるのか。年4回も。分かったわ。
ね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと長くなりましたけれども、まあいい感じになってきましたよ、ストーリーが。で、相変わらずちょっとこの装備変えたい。なんかね、うん、はい、それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。